日本大学昨年の優勝団体入場しましたのも日本大学でした。でこれから投稿いたします。岩橋博明選手は日本大学バイク部のキャプテン。今大会は5人同等で挑んでまいりました。そしてこの岩橋君が個人としての出場、団体ではなく個人での出場となりました。実は立命館高等学校から日本大学の生命資源科学部に進学いたしました4年生。2年生の時に紅白という前にいまして31位、そして昨年の大会では初日の第一走行で減点が4、2回走行目皆無減点の1点で合計減点5点で第2位という成績を持ちます。昨年は紅白号での出場、そして今年はこの紅白です。ドイツで生まれましたオルデンブルガー9歳になります女性は、さあここまで減点がありません。ここまで11年の選手ですが、ここで手が上がりました。4回転を踏んでしまいました。減点が4点。さあ10番から11番のラインに入ってきます。さあダブル障害 AB とクリアしまして、障害物は落下がありませんが、着地がありましたが最終障害、ここで落下があります。